松本良三本領1月9日から1987年8月12日は日本の金属物理学者、東北大学名誉教授、元日本金属学会会長、広島県秋郡、矢賀村出身、1895年、広島県秋郡、矢賀村に生まれる。若くして、コック弁礼氏、税務監督局に勤めながら1914年シリーズ。 修道学校卒業。1922年東北帝国大学理学部を卒業後、同大学鉄工研究所に入所し、本田光太郎の下で、金属学の研究を始めた。1950から1958年には、金券の所長として、研究組織の改革、研究設備の拡張、充実に尽力し、その後の金券の目覚ましい発展の祖先を築いた。 その傍ら、1944年に財団法人電磁材料研究所を創立して、当初から専務理事として尽力し、1950年近県所長になると同時に電磁権の理事長に就任、1957年日本金属学会会長、1958年同大学を退官する。その後、電磁権の研究、指導に専念し、また運営にも、 新血を注ぎその基盤を確立したが、1987年理事長室で、執務中に急成した。文化勲章授与式、後列左側が、マ本モ領修正一貫して、計測材料、今日のいわゆる機能材料の分野で、コバルトの変態の発見、磁石合金、高等自率合金、調布変更、日差し弾性合金、日差し電気抵抗合金、 およびキューブリ合金など幾多の卓越した新素材の発明、発見をなし、貴重にして偉大な研究業績を残した。これらの功績により、学士印をさらに学士院恩師賞と再度の境に、よくしたのをはじめとして、ホンダ記念賞、日本金属学会賞等数々の賞を受賞。また1955年に文化勲章受賞、1979年の秋の 呪君では、君一等局実大受賞を受賞し、没後には、肖像用を贈られた。さらに、出身地の広島市及び永年在住した仙台市の名誉市民に押された。1994年、日本金属学会は、これらの功績を永遠に記念するため、松本領賞を創設し、受賞者は第15回で、延べ26名に達している。 九百九十四年十月三日、電磁権の創立五十周年記念日に長く検証するため、研究所内に、松本モ記念室を開設し、同氏の発明、発見にかかる各種の新素材、研究業績、及び遺品などを展示しており、常時閲覧が可能である。長男は、財団法人電機磁期材料研究所、第六代理事長及び、会長の松本剛ト 次男は同研究所の第七代理事長の松本健である。ありがとうございます。